い、SK48 キュッ研究生の鈴木優奈です。私が最近お家で行っているのはお菓子作りです。小学生の頃から作るのが大好きで作っていたんですけど、 SK に入ってからなかなか作れる機会が少なかったので、今日は作っていきたいと思います。今日はガトーショコラを作ろうと思うので、とりあえずチョコレートを刻んでいきたいと思います。このチョコレートはとにかく細かく刻むのが大事です。よいしょ、硬いので気をつけて切っていきます。よし、次は卵を卵黄と卵白に分けたいと思います。この卵黄と卵白の分け方は、スプーンとこの割った卵を角っこに寄せて上にすくい上げると綺麗に分けれます。こんな感じに卵黄と卵白、卵3つ分け終わったら、小麦粉 30g とココアを大さじ2混ぜ合わせてふるいにかけていきたいと思います。はい、粉混ぜ終わりました。ということで、熱湯を入れたボウルと、もう一個のボウルにチョコレートとバター 100g をこの中に入れて溶かしていくんですけど、なんかボウルのでかさが危うい感じなので、頑張って溶かしていきたいと思います。次は卵3つと砂糖 70g を入れてハンドミキサーで混ぜていきます。こんな感じで出来上がったんですけど、作ってる間にめちゃくちゃ周りに飛び散っちゃって、なんか絵は汚いんですけど、美味しいことを願いながら、チョコレートも流し入れて混ぜていきたいと思います。なんかちょっとずつ入れて混ぜてを繰り返すのがポイントです。キャー、慣れちゃう。これがいい感じに混ざってきたら、さっきのココアと小麦粉を混ぜたやつを少しずつ加えて混ぜていくんですけど、混ぜていきます。なんかお菓子作り久々にやってみたんですけど、なんか思った以上に難しくて心が折れそうなんですけど、頑張って作っていきたいと思います。はい、次にこちら、さっき用意した卵白とお塩ですね。これはが立ちました。なんか 2,3 分でできるって書いてあったんですけど、なんか結局 4,5 分やりました。3分の1入れます。混ぜていきます。じゃじゃーんってな感じで、このね、生地が全部完成しました。できるかな、見えてない。いやー、見えるかな。流し入れます。よいしょ。ということで焼き上がりました。めちゃくちゃ美味しそうにできたので食べていきたいと思います。よし、あ、こんな感じで生クリームもつけてみます。いただきます。うん、うん、ふんふんふん。なんかこういうおうち時間があるからこそできることだなって思ったので、皆さんもよかったらお菓子作りだったり、自分なりのおうち時間を楽しんでみてください。
以上 SK48 キッズ研究会のスプケーノでした。